まあまあまあいいかなってなるよね。おい、誰だ、アーマーつけたやつだ。何？なんで今俺のがすごいパーセント増えたの？今はね、今ドーンとか言って。ふざけんじゃねえの。上見連打してんじゃねえよ、お前。見てえだろ、お前。何すんのよ。ふざけんな。ごめんなさい、もう今もドーンって絶対死んでたのに。いやでも死ぬ。その置き足で、なんか変な置いてある足だけで死ぬ。ラインガルトしないから、この技。ぽいー。毒マリは緊急キャラですね、さすがに。ナクセなんかスマブラのプロを志したきっかけじゃないですか。あ、志してたわけじゃないけどね、正直。なんか最初からプロ志してやるやつってなかなか少ないよね。痛い痛い痛い。あ、まあ確かにね、まあ最近は増えたか。最近はもうなんか結構プロゲーマーとかっていうのが割と増えてきたから、まあ、最近の子供とかは、なんかプロゲーマー目指してみたいな、まあちょいちょいあるかもね。まあ俺がそのスマブラした時も、まあプロいたけど、まあアバとかもね、別に俺がした時から、俺がそのオフとか来た時からもうアバとかはプロだったけど、まあ、それでもまあプロ目指すかって言われたらまだそんなに流行ってるというか、感じはなかったかな。ゲームウィズに入るの決まった時って高校生の時ですか？そうですね。まあ、そもそも俺は高校生に入ってから、高校生になってからオフに行き始めたので、まあそれはそうですね。高校生の、てかまあ中学か。中学の、まあ、中学卒業して、まあ高校になる前だよね。高校生になる前の春休みだよね。に、初めて梅ブラの、初めて一番最初の梅ブラに出たんだよ。梅ブラ26かなんかに出て。まあだから普通中学の時はまだ、まあスマブラのオンラインはやってたけど、まあオフやってたやつね、普通に。まあオフに行ってなかっただけでね、別にオンラインはまあかなりやってたんで。まあ、オンの、まあ 3D やってたけど、まあオンデマも普通に有名だったんで。オンはね、もうバチクソにやってたんですけど、まあオフはまあ高校出してからですね。ね、ちょ、もうね、フリップキックだけで終わりそう、このゲーム。ゲームエンド。ねえ、ファイガーじゃないやん、これファイヤーやん、これ。今すぐファイガーにして、これ。あんなね、お猿さんの蹴りだけにね、粉砕されるのはね、俺はファイガーだとは思ってないので。はい。
よっ、素晴らしい。ブリザがなんかサンダガが一番サンダガっぽいけど、残念ながらサンダガが一番使いづらいんだよな。クリスマス予定ないですね、残念ながら。誠に残念ながら。発生後不良。次回のスマメイトさらに参加しますか？しません。やっぱね、スマフラ4の強キャラたちはね、まあ、シークとかさ、まあ、ソニックとか、まあ、フォックスとかもそうだけど、まあ、クラウドもそうだけど、まあ、強いじゃん、言うて。まあ、シークとかも最強クラスだけど、まあ、クラウドとかもさ、まあ、弱くなって言うても強いじゃん。なんかこの辺って別に今も強キャラなのに、前どんだけ強かったんだっていうね、まあ、カムイとかもそうだけど。それね、結構、みたいな。そんな技いいのみたいな。普通に多いんでね、まあ、結構なんか、普通に紹介したい。まあ、Wii U 引っ張り出してくんのだるいというか、もう俺、うちに Wii U どこにあるのかすらもわかんないから、もう、無理やけど。まあ、正直大体ね、まあ、8体ぐらい。なんか、もう誰が、もうトップ8ぐらいまでは、もう誰が、誰に聞いても一緒なんだよね、正直。スマブラ4って。上から8体ぐらいは、マジ誰に聞いても一緒で、で、残り、そのトップ10を決めるとして、残り2体を、まあ、結構人によって、まあ、気分というか、まあ、人によって、まあ、変わるかな、みたいな。まあ、マルスだったり、まあ、リュウだったり、まあ、ミュウツーだったり、まあ、カムイだったりとかね。まあ、マリオとかもそうか。で、まあ、結構人によって変わったかな、みたいな印象。でも、なんか、大体上から8体ぐらいは、マジで誰に聞いても、まあ、同じだったな、という気。だから、カムイは、まあ、一応トップ10候補にはいるんだけど、まあ、でも、ほんでそんぐらい言うて、実は。まあ、それでもなお、まあ、今よりも圧倒的に強かったんですけどね。うん。まあ、圧倒的にではないか。まあ、今の神も結構強くなったからね。圧倒的にはではないけど、まあ、今よりは強かった、ね。間違いない。いや、だからね、俺もね、あそこまで弱くなると思ってなかったんだよ。普通に。まあ、ベヨネッタがさ、まあ、弱くなるのは、まあ、納得じゃん。まあまあ、弱くなるだろうって。まあ、誰もが思ってたし、まあ、ベヨネッタはまあ、弱くなるよね、みたいな。誰もが思ってたし、まあ納得なんだけど、まあ、カムイこんなに弱くなるんだなっていう感じはあったよね。まあ、マリオとかみたいに全然ずっと強いキャラもいるからさ、前から。まあ、スマブラ4は、まあ、ベヨネッタ、まあ、クラウド、シーク、ディディゴング、モゼッタ&チコ、ゼロスーツサムス、まあ、フォックス、ぐらいまでが、まあ、大体7強、8強ぐらいのもんだよ。痛い痛い。大体正直でもね、なんか前、スマブラ4強かったキャラはね、本当に大体のキャラは、ね、もう結構弱くされてんだよ。正直。死ぬこれ。余裕だったわ。
あ、ソニック、あ、そう、ソニックだ。あとソニック、トップ8、残りの一柱ソニックですね。まあ、このトップ8だったやつはもう全てのキャラが、まあ、今より強かった。まあ、フォックスとかは今も強いからね。まあ、フォックスも、まあ、その今もトップ5ぐらいに強いと思ってるし、俺はね。で、昔も、まあ、スマホの時も、普通にトップ8に入るぐらい強かったのよ。けど、まあ、今と、昔のフォックスでどっちが強いかなって言ったら、まあ、スマホになんのかな。すんまげだわ。